えただいま1月28日の10時35分です。見ていただいているのは1時間ほど前のものですけども、早朝ね、朝6時に相場解説した通りに、まあ、の方にやっぱ触れてますよね。104円とか105円の方向かって行ってますね。えー、で、えー、今10時28分なんですけども、えー、っとね、ちょっと4時間足を見てみましょうか。 4時間足はさらに伸びてこういう風になってます。今は104円の311なんで、さっきお見せしたのに比べて10ピップ相当またね、成長してるわけですよね。で、1時間足を今のリアルタイムチャートで見てみると、顕著になってるんですけども、ぐーんと伸びたでしょ、これが。えっ、ー、と、ここをブレイクして、ここね、ここをブレイクして、えー、急角度でこう上がっていった。それで、ここでエントリーしたんですけども、それがまさにね、N の字を変えて、 こちらのネックライン超えて上がっていったってことなんで、ええー、まあ一回決済したんですけども含、含み益をさらに出しているかなってところですね。も、ま、う、あ、こんなところですかね、今日は。ああ、だからあとはもう、ぼちぼち決済するので、手仕まいにするか、あと、まあ追加エントリーをね、するかどうかっていうところですね。えー、ゼロラインを設けて、さらに、えー、ポジションを、玉をどんどん追加していってもいいんですけども、まあ昨日、おあの、10時が、 十文字がね、たくさん出て、おや、これはセルじゃないかなセルが終わったんじゃないかなって感じたのと、今朝の解説で、まあ、見事に、というかね、自画自賛ですけども、やっぱこう、セオリー通りですよね。あの、今までずっとお話してきた基本の形しか出てないでしょ、今回も。だから、これはもう、私の相場解説をね、3、4ヶ月、半年見てる方は、取れておいてほしいなと思うところですよね。で、細かく説明もしましたんで、うーん。 どうですかね。で、本来なら、これ、ポジション持ったまんま、まあ、夕方に決済ってことにしたいと思いますけども、ちょっとこれから私ね、あの、カーポートの見積もりがあるんで、えー、ちょうど、今日の、えー、なんですかね、エントリーとエグジットで、カーポートの代金は出るような感じなんで、<laughs> 皮肉にも皮肉というか、うん、偶然にもね、えー、もうすぐちょっとこう、見積もりのんが来ますんで、えー、今日はそうですね、お昼ぐらいにもう、FX は決済して、 まあ、あとはまた明日考えようかなってとこです。まあ、何にしても1 0 0円の、あの、500とか600ぐらいに今日の夕方まで行くんじゃなかろうかと思いながらの朝のエントリーだったんで、まあ、ここのところはね、半分ぐらい今うまくいってるかなってことこですね。で、ポジション全部外して、あとは高みの見物して、あと改めて明日、明日ね、やろうかと思います。うん、このまま105円の方向に向かっていくんじゃないですかね、どうやらね。うん、まあ、そんな、 装いをほのかに残しながら今日は放送以上でございます。ありがとうございました。よろしかったら朝のあの相場解説ももう一回振り返ってみてくださいね。